こんにちは、翔太です。今回なんですけど、新しく来たですね MR の件見ていこうかなと思います。とりあえずマイクのセッティングだけしたので、まあ、音声だけはまともになったかなと思うのでやっていこうかなと思います。まずはですね、私も今初めて見るんですけど、騎士の忠誠心っていうところで K ガウェインガレスですね、弓将なんや、騎士やのにと、まあ、多分円卓の騎士もう1名追加されるんでしょうね。体力値レベル ×30 と攻撃力 6% なかなかの大きいです。で K と対抗棒北条氏康と竜将かなで、HP3% と、物理会心ダメージ耐性 3% と、まあ、こっちは微妙ですね。サボりのプロなんですね K。 なるほど。じゃあまずはですね、武器見ますか。なんとなく UR1000 の武器で命中値レベル ×280 攻撃力 19% 敏捷値レベル ×260 と、まあ敏捷値のパッシブがここにあるので、まあ武器は優先的に作った方が良さそうですね。命中値レベル ×300 攻撃力 21% 命中値レベル ×280 というのがついています。でここからスキル、まずパッシブ見ますか。長えな上まあちょっと下から、まずこれここ見ましょう。サボりタイム、自身が撃破された時3回まで復活可能。いいね、3回復活。復活後 25% かける復活回数の HP を回復なので、3回復活なので、で最初が 25%、50%、75% っていう感じになるのかなと思います。おーすげえ。同時に4ターン間、自身が残影生後状態になり、回避率が 60% 増加、受けるダメージが 40% 減少。復活のたびに残影生後に入れる。これは弓将の中でトップクラスの耐久性というか耐久性なんじゃないですか。タワラトータこういったと思いますよ。で回避するたびにですね、追加で 5% ずつダメージカットしていく。で最大 40% 追加増加可能なので、 80% ダメージカットまでいくと。で自身の残影状態は敏捷値が自身より低い敵に解除されない。やばいの来た。マジか。でパッシブが、攻撃力 58% 防御貫通1000、まあ、ここはちょっと微妙かな。で HP58% と防御力レベル ×300 敏捷値の2倍分知力ダメージをカット、体力値レベル ×300 物理防御貫通レベル ×15、敏捷値の3倍分攻撃力ダメージをカットというふうなものになります。いや強いな。いや強いよ今のところ。あーで敏捷ダメ攻撃力ダメージが2つともついている。やばそう。まずスキル1が残り HP パーセンテージが最も低い敵を6回攻撃で、600% の物理ダメージと敏捷値の6倍のダメージが入ると。で最大攻撃力の 70% か。無条件やこれ。敏捷値の6倍と最大攻撃力の 70% のダメージ加算が無条件で入る。で自身の残影状態が1ターン多いごとに攻撃回数が1回増加、最大3回増加可能。4ターンですよね残影に入れるのは。なるほど、強いな。毎回攻撃前 100% の確率で2ターン内打敵を発光最悪にさせ、防御力を 80% 減少、受けるダメージを 10% 増加、命中されるたびに、受けるダメージを追加で 5% 増加、最大 90% 追加増加可能なので、まあそこのダメージ増加だけでも2倍まで伸ばしていくことができると。で敏捷値が敵より高いと敵の状態状態性無視を 100% 無視なので発光罪悪付与できる。まあただそうか、一応ばらまけるタイプではないのか、一応基本的には同じ敵を狙っていくような攻撃になっていくので、そこはちょっと微妙なのかな。で自身の残り HP パーセンテージが敵より高い場合ダメージが倍になる。自身、敵の残り HP が 50% より低いと自身がそのダメージの 100% の HP を回復。これはちょっと反射とかには弱いですね。で、全ての攻撃を4ターンの間味方6名を超越生後状態にさせると。いや強いな。でスキル2も強そう。最大攻撃力が最も高い敵を8回攻撃、毎回 640% の物理ダメージを与え、さらに自身敏捷値の8倍のダメージが加算される。ほう。で8回攻撃後残り HP パーセンテージが最も低い敵4名を1回追加攻撃する。追加攻撃前 100% の確率でちょっと待って8回攻撃後 HP パーセンテージが最も低い4名を1回追加なんで12回攻撃するんですね。要するにで追加攻撃前 100% の確率で敵の有益状態と生後状態をそれぞれ2つ解除。まあ有益状態は全部でもいいんじゃないかって思いますけど、それぞれなんでまあ良いでしょう。いいな。
毎回攻撃前自身の敏捷値が敵より高い場合ダメージが倍になる。で自身が残影状態だとさらに自身最大攻撃力の 50% のダメージが加算されると。まあこの基本的には残影状態だと思うので、まあスキル1を打つ段階だと場所にもよると思いますけど、スキル2を打つ段階では基本的に残影状態、生き残っているのであれば解除もされないですし、いや強っ。なんで、まあこれも最大攻撃力 50% のダメージ入るって感じですね。全ての攻撃を自身が総ダメージの 30% の HP を回復し、同時に4ターンの間味方6名をオーボロ付き生後状態にさせる。いやこのキャラクター強いっすね。何がいいって、まあちょっと弓章なんでベースの会心値は高くなるかもしれないんですけど、クリティカルですねの軽減っていうのが、じゃあクリティカルの発動率っていうのがそんなに高い部類のキャラクターではないので、スキル1スキル2をダメージ倍とかですね、そういったところで、火力を伸ばしているような印象はありますけれども、クリティカルが出やすくなるようなものは書いてないので、リシンの対策にもなっていると。まあちょっとリシン攻撃しちゃうとどうしてもそもそも会心出やすいっていうのがあるんですけど、いや強いなこれは。いやめっちゃ強いと思いますよ取ろうかな、ちょっと迷いますねこれは。どうだろう、個人的には俵胴体より強いかもしれないなと思いますね。発光もできるし戦役でも全然使っていける性能かなと思います。いや個人的にはこのキャラクター弓章ナンバーワンでいいんじゃないかなって現状思ってますね。まあやっぱりでも残影っていう特性上レベルの低い方にはおすすめじゃないですね。レベル低い方は利子の方が圧倒的におすすめかなと思います。まあ、ただレベル高くなってくると、まあ敵からの攻撃もですね避けやすくなってくるっていうところがありますんで、いやいいなこれは、いいですよかなり。正直言ってめちゃめちゃいいと思います。いいと言ってばっかりで申し訳ないんですけど、いいですね弓章ナンバーワンだと思いますね個人的には。はい、まあ私ちょっと取ろうかな、ちょっと悩もうかなと思います。ちょっと今回はここまでにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。